とりあえずヤフオクで買い漁ってきて、1ギガ約200円ぐらいか。40ギガぐらい増えた。8000円ぐらいか。金で買えるなら早いなり。素晴らしい見渡しでござる。とりあえず、アマゾンで SD カードのちょっと面白そうなものは、コンビニ受け取りにして、近くで。って言っても40キロ走るかな。どこで受け取れるふうにしました。多分2、3日には受け取れると思います。そしてあとセブンイレブンへ行って、うちの工場へファックスして、住所送って、 iPhone をなよりの郵便局止めで送ってくれと。ここに僕1週間ぐらいいますんで、とりあえずまあ大丈夫だろうと。で、ここを中心に、まあ、半径150キロぐらい、稚内とか、あの北の海のラインを、まあ、走ってこようかな。実際1週間もいらんだけどね、多分。1日で制覇できそうだけど。まあ、とりあえず今日は、食材買って、工場に、ファックスを、住所の送って、すごいでしょう、もうこれ。よく戦っとるぜ、本当に。iPhone 発送させるようにして、食材をまあ1週間分買ってちょろっとして帰ってこようかなって考えております。冷蔵庫積んどるしさ、ここでだってあれだもんね、ソーラーパネルで充電できるもんね。モバイルバッテリーの存在が地味にでかい。これ。こいつの力でかいわ。まあ、こんな感じで。ということで、ここは一旦打ち切って終わりです。乾燥機もあるで、これ地味に便利だよ、はっきり言って。近くだったら呼んだるのに、お金払ってでも。それでは、さようなら。トーストとさ、バターっていうのジャム、普通に無料で食べてくださいって冷蔵庫入ったんだけど、これありえんだろ。解凍忘れたんで、無理やりと、疲れた。冷凍の鹿肉、200g は、嘘。安西先生、冷凍じゃない、鹿肉を売ってください。曇っています。より蒸し焼き IH すごいよ。ワッツあれです。番組は閉めようと思います。だって